こんにちは。この Python チャレンジ。はい。今日も楽しく続きをやりましょう。はい。えっ、ー、と、前回は、ストップウォッチを作るでしたね。えー、結構、まあ、大変だった面もありますけど、えー、ピクセルを使って、ストップウォッチを動かす。ですね。タイムライブラリを使って、ストップウォッチを動かす。それで、スペースキーを押したときに、ケージを回測。ちょっと、まあ、あの、ソースもう一回確認しましょうか。えっ、ー、と、L の、 ええー、なんだっけ。えー、っと、これか。L75。はい。いいですね。ですから、今、止まってるか動いてるかっていう変数、これは、えー、このセルフ関数、セルフ変数、オート変数で、まあ、セルフ変数で、こういうふうに表示する必要があります。最初にゼロにしとく。最初は止まってるか状態からスタートするわけですね。 で、スペースを押すと動くになる。止まっているときに動く、あ、と、これですね。止まっているときに動くを押すと、スペースを押すと動き始めるとともに、その時刻を記録する。それから、えー、逆に止まったときには、えー、そうですね、えーまあ。止めると。もう一回押すと止めると。それから、えー、動いているときには、えー、現在の時刻。 経過時刻を表示するというような簡単なストーリーなんですが、ここら辺間違いやすいので、えー、よく勉強してください。それから、えー、とトータル時間をやるには、このトータルタイムという仕組みを入れることですね。それから、えー、とそ,その前にやったデートタイムっていうのは、えーと、日付とか時間とかカレンダーの時間を示すのに対して、このタイムタイムっていうのは、 えー、まあ、大昔のある一点からの経過時間を絶対的に示しているだけなので、えー、まあ、あのー、普通時間を測るとき、経過時間を測るときはこちらでいいということですね。別にデートタイムを使ってもできます。はい。ということを一言言っておきたいと思います。はい。宿題はありませんでしたね。はい。じゃあ今日のところ行きましょう。はい。えー、喋る暗算ゲーム。えっ、ー、と、前々回入れた、あのー、 音声合成ですね。あれを使って、えー、少し暗算ゲームを開示をしたいと思います。まずベースとなるのは暗算ゲーム41回で、まず昔、大昔に最初の方に、えっ、ー、と、あの、コラボ、Google コラボで作った、えー、暗算ゲームですね。足し算ゲーム。あれを、えー、と1回ピクセルで、あじゃなくて、えっ、ー、と、アイドル上で動くようにしていました。41回。これをまず、 えー、いろいろできた方がいいんで、引き算も掛け算もできるように改造してみようと思います。えー、そのために必要なのがこのエヴァルという関数なんで、これをに解説しながら進めたいと思います。まず41回の時の総数を開けてみます。開けられますかえー、ファイルオープンで、えー、っと、ずっと前の方ですね。アッドゲームっていうのあるかなうん。これかな ちょっと私の場合、これでいいと思います。はい。多分、少し英語が混じってたりしますけど、まあ気にしないでください。走らしてみましょうか。えー、走らしてみると、えー、はい。5足す17は22。正解。ね、えー。25と。間違えて99入れると、ロン。はい。まあこんな感じでしたね。はい。えー、止めることはコントロール C でできました。はい。で、これを、まず、 今、足し算だけだったんですけど、引き算も掛け算もできるようにする。そのためにやることは、えー、エヴァルという関数を使います。エヴァルってどういうものかっていうと、文字列を評価するっていうものですね。例えば、えー、っと、文字列として、えー、っと、何でもいいんですけど、8-5という文字列あったとしますよね。で、こいつをエヴァルすると、 ちゃんと3って答えを返してくれるわけです。いいですね。もう一回やりますよ。ss の、例えば15、15足す23っていう文字列を入れると、38って計算してくれる。いいですね。これを使うということです。ですので、例えば、はい、じゃあこれを別名保存して、save as。 えー、じゃあな、どうしようか。レッスン、いくつだレッスン 76L76 76。えー、軽くゲ、いろ、キャルキュ、ルゲームにしようかな。ちょっと今日はスピークもするし、まあいいや、キャルク、CALCGAME、キャルクゲームにしましょう。という名前でセーブします。で、まず、えっ、ー、と、一つ目にテストすべきは、えっ、ー、と、この、 えー、ここの値ですね。正解の値を、まず出しとくというものです。ですので、えー、っと、どうしようかな。えー、っと、うん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 。まあ、ここに入れましょうか。ね。えー、っと、まず、それを試すために、えー、アンス。 コレクトアンスイコールエヴァルの X、あ、そうだね。あ、先に文字列を作った方がいいか。だから、プロブイコール、まあ、後で使いますので、ここですね。これ、プロブイコール えー、こういうふうに F 列を作ります。これでいいですね。で、アンスはプローブをエバルしたもの。それから、まあ、ここはインプは、えー、これはプローブでいいわけですね。で、えーで、ここは、これがアンスになります。いいですね。わかりますね。入力、ユーザーが入力したものが、 もうこれいいね。こいつを V にしちゃおうか。インプ。一発でやった方が早いので、インプの、これが V に等しければですね。これいらない。はい。いいですね。問題はこれ。で、えー、アンスは、えー、っと、アンスは先に計算しとくとアンス。で、えー、プローブを表示して、えー 入力されたものをインテジャーに変えたのが V。で、アンスの、そっか。これちょっとややこしいね。でこ、こういうふうに戻しましょう。すいません。インプ、イコールこ、こういうふうにしちゃって、あ、失礼しました。やっぱり、そのままにしましょう。なぜかってうと、後で V 使うからね。 はい。えー、ここにあるので。えっ、ー、と、だから、ここはアンス。で、ちょっとこれで実行してみましょう。向う一くかな。はい。28足すに、30。コレクト。いいですね。まず、これが、えー、ちゃんと動くことが確認されました。ちょっとスペースがあった方がいいね。そこにね。まあ、ここは、どうでもいいです。 インプ、プローブ、プラススペースにしておきましょうか。まあ、こんな感じ。はい。そして、じゃあ、これで、えー、計算の種類ランダムにる。例えば、足し算と引き算と掛け算がランダムにやられてくる場合、こういう場合、えー、ランダムにチョイスするようにします。例えば、ここで、 えー OP、オ p オ p e r a t i o n o ー e ーイコール、ランダム、ドット、ランダム、あ、じゃない、チョイス。こういうふうにやると、3つの中から、リストの中から、えー、1個、適当に選ばれてきます。足し算、引き算、まあ、掛け算までにしましょうか。ね。こういうふうにやると、 ちょっとこれコピーしてやってみましょうか。ここで、えー、インポートランダム。お、なんか狭いぞ。インポートランダム。こうやると、はい。今やると、かけるになりました。もう一回やると、マイナスね。こういうふうに、一回ごとに変わるわけです。ですので、これでオフプにして、で、えー、ここには、 オップが入るね、いいですね。中括弧のオップ。これでうまくいくはず。よし、やってみましょう。面白いよ、これ。よいしょ。はい。5-19、マイナス14。えー、3足す17、30。20-14、6。 20引く。なかなか掛け算が出ないね。えなんでやっぱりなかなか掛け算が出ない。あれ掛け算がゼロに終わっちゃった。もう一回やりましょう。え大丈夫だよね。なんで掛け算は一回も出ないんだえー、20足す11、30。間違え間違、間違えましょうか。99。えー、あ、21足す11。いきなり難しくなってない。<laughs> 132。えー、まあ、ちょっと、 最初一,言一桁でやった方がいいですね。これね。プタス13。OK。えー、なんか掛け算が出にくいですね。なんでだろう。えー、っと、なんなことはないと思うんですけどね。えー、はい。ちょっとこれ最初、10までにしましょう。まあいいや。これでまずできました。はい。はい。今回はここまでにしましょう。続きは次回やります。お楽しみに。